今月24日に開幕を迎えるサッカーの J2 愛媛 FC。 去年は監督途中解任など激動の幕開けとなりましたが、シーズン途中からチーム再建に成功したのが河合健太監督でした。 J リーグの監督経験はゼロ、しかも最年少監督となる36歳が若い選手たちの心をどのようにつかみ、どうチームを再建していったのか、その手腕に注目しました。去年5月、成績不振による前監督の解任を受け、急遽チームを任された河合健太新監督。 J リーグの監督経験はありませんでした。しかしシーズン残り3分の2、第15節からの28試合で10勝8分け10敗、勝ち点38。これは監督就任後で見れば J2 22チーム中10位の成績。河合監督はチームの再建に成功しました。愛媛 FC レディースの監督など女子チームの指導を10年、去年の春先までは U18 で高校生を指導していた河合監督。36歳の J リーグ現役最年少監督はどん底にいたチームを短期間でどう立て直したのでしょうか。去年5月、河合監督就任時点で22チーム中20位、14試合でわずか2勝、しかもホームでの勝利はなし。自信を失っている選手たちに河合監督は最初のミーティングでこう伝えました。彼らが今までやってきたことっていうのは全て、無駄ではないですよっていうところも、もちろんあったので、締めるネジと締めなくていいネジっていうのを、そこはちょっとしっかりと整理しなければいけなくて、もう締まってるネジをそれ以上締める必要はないですし、ただ締まってないものに対してはみんなそこは共有をして、みんなで締めていこうっていうところで。午前7時過ぎ、練習開始の3時間前には自宅を出る河合監督。毎朝変わらぬルーティーンですが、チーム作りでもこだわりの流れがありました。じゃあ特に編集した映像をちょっと見てくれみたいな、そんな、あまり多くなかったと思います。まずはね、言葉でしっかりと、提示をして、1から、30ぐらいまで言っといて、あとの70はもうグラウンドの中で、一緒に作業をやりながら、成功体験を与えていくっていうような形になりましたね、はい、結果的には。ただ選手26人中11人が23歳以下だった去年、指導現場では世代間ギャップも感じていたという河合監督。いつも心がけてきたことがありました。そういう部分では大事にしてたのは選手を認めるというところ、その大前提は、必ず置きながら、そこからこうお互いに寄り添いながらやっていったかなっていうのはありますね。愛媛2年目の野沢秀幸選手24歳、 J1 FC 東京から J2 岐阜を経て去年期限付き移籍してきた元年代別日本代表のテクニシャンです。ところが昨シーズンは開幕から14試合出場機会が一度も訪れませんでした。開幕してからしばらくなかなか試合出れない中で、悔しい思いもしてましたし、なかなか経験もなかったですし、自分の思ってることが正しいのか、なかなか自信が持ってなかった時期でもあったんで。しかし河合監督の初采配第15節の京都戦、野沢選手はいきなり先発メンバーに抜擢されます。その理由は意外なところにありました。
何より彼の素晴らしいところはメンタリティが人のせいにすることもないし、自分でこう目の前に現れた壁を自分で乗り越えようとするっていうすごいいいメンタリティがあったので、おそらく使っていけば、中心になってくれるんじゃないかなっていうのがあって。すると去年7月、西日本豪雨直後の FC 岐阜戦、野澤選手は被災地の思いを全身で受け止め、フル出場で勝利に貢献すると、チームはここから4連勝。結局野澤選手は去年29試合に出場し、攻守の要として大きく成長しました。選手、練習やってて悩んでる選手だったり、そういう時に本当に的確な言葉をみんなに平等にかけてくれる、今言ってほしいこと、悩んでることをアドバイスしてくれる、そういうところは本当にすごいなと思います。ただシーズンが進むと深刻な課題が浮上してきます。得点力不足。第31節時点でチーム得点数25はリーグワースト2位。そこで河合監督はある選手のポジションチェンジを決断します。やはり得点っていうのが一番、必要であろうというところからすると、彼は非常にこう得点能力が高いので。神谷雄太選手、東京オリンピック世代、21歳以下日本代表です。当初はゲームメイクのキーマンとして期待し、中盤で起用していましたが、最大の持ち味は得点能力。前線へのコンバートに迷いはありませんでした。僕の基準を超えていいものが生み出せればそれの方がいいんで、いいものはやっぱ選手の方が良かったらそっちの方がいいし。ボールを持ったら得点に絡む、テーマが明確になった神谷選手は持ち前の突破力を発揮し、結局得点に加えアシストでもチームナンバーワンに。オフシーズンには複数のクラブからオファーを受けましたが、神谷選手は愛媛残留を決断しました。より僕の特徴を分かって試合に使ってくれるだったりとか、僕の持ち味をどうやって最大限に引き出してそのピッチに送り出してくれるか、やっぱそういう監督のもとでやると、今の自分の能力をさらにレベルアップさせれるかなっていうのは僕自身思ってますね。年が明け、新体制がスタートした愛媛 FC、 この日は FC 今治とのプレシーズンマッチ。試合直前、河合監督が選手たちの元へやってきました。やることをしっかりと、このチーム全員で共有してやること、でそれに対するチャレンジをどんどん続けること、でまたチャレンジしてできなかったことはまた俺らどんどん持ち帰って対応していくか、ただの試合じゃないからね、意味合いとしてはみんなも理解してると思うけど、しっかりとして勝って、ね、また来週伝えていく。 OK、 頑張っていこう。みんなでよ、まず気持ちもあるんだよ。まずシステムとセットぐらいしっかり出すのよ。さあ喋ってね、いくよ。さあ3号艇の手形、いいよ。じゃあ勝ってろ。FC の選手たちは個性強い選手ばかりで、まとめるのもすごく大変なチームだと思いますし、でもその中でやっぱり健太さんがあれだけまとめられるってことは、遠くでこっそり多分見てるんですよ。やっぱ熱中できるっていうのはいいのかもしれないですよね。自分自身が多分やりがいがあることで、やっていって満足感もある、その環境になったっていうのが一番大きいんじゃないかなと、我々愛媛FCというクラブが、トップチームが。選手が熱中できる場を提供することで育成を図り、チームの成長を促す河合健太監督、愛媛FC生え抜きの
J リーグ現役最年少監督が初めて迎える開幕戦まであと4日です。河合監督、若い選手たちのお心をしっかりと掴んでますね。ですね、本当にあの河合監督、本当に選手あの最優先に考えて一人一人とこう丁寧に、ね、向き合うっていうその姿がすごく印象的でしたけれども、であのちょっとね、河合監督のチーム作りのポイントをちょっとこちらにまとめました。ご覧ください。はい、3つほどあります。一番上、選手を認めた上で寄り添っていく、的確な言葉をいいタイミングで伝えていく、そして持ち味を生かせる場で夢中にさせる、でそのために選手をもう常日頃からしっかり見るというところですね。でもこうした視点というのは、世の管理職の方も参考になりそうですよね。ですね、ちょっと耳が痛いですけどね。はい、でも本当に置き換えの効く話だと思います。はい、さあ